こんにちは柏流一の今日のインンテリジェンスを始めさせていただきます今日は何の話をするかというとやはりねあの前回トヨタの話をしましたけどこうこ僕個人の心情としてあの別にあのトヨタからお金をもらってるわけでは一切ないませんけれどやはりトヨタみたいなやっぱ優秀な企業をですねやはり日本がやはり守らなきゃいけないんじゃないかそういう気がすごくしてきました。やはりね何が敵かというとやっぱパリ議定書ですよあれは本当に正しいのか。 本当に気象変動と言われてる事柄がですね、本当に事実なのか本当ね適当なことを言ってなんかヨーロッパのやつらがですね金儲けをするためだけに作ったものがパリギテーションなんではないかという疑念を僕はちょっと抱いています。ですからあのちょっとねそのパリギテーションに行く前に気象変動って何なんだということを、えー、とアメリカの特にペンタゴンの見方しかも20年近く前ですよそれをちょっと紹介しようとこう思うんですね。 実はです、ね、2003年の10月にこういう報告書が出ました。突然の気象変動こういういやつなんですねでこれどういうものかというと大体8200年前の寒冷化を参考にしました。で起こる可能性がある事態に対する対策を議論する、まあ、これが必要でしょうと。でいつ寒冷化が始まりどのぐらい続くかわからないが2010年までは温暖化が続いて 以降急速な寒冷化が起こると仮定したとまあ分かんないですねな,なんでそんなこと言うのってちょっと分かんないですがもうちょっと読んでみましょうねで2010年までは世界の平均気温は1年で0.3度上がり地域によっては1.2度上がると20世紀末の傾向が持続するまあ確かにそうでしたねこの10年間はそうでしたねで北アメリカヨーロッパ南アメリカの一部は気温が50度を超える日は1世紀前よりも30%以上増え氷点下以下になる日はは,はるかに少なくなる 山岳地帯での洪水が増え工作地での干ばつは長引くそれだけでも国際社会と米国の安全保障にとっては脅威となると、まあ、こういうわけですね。で2010年からですよ2010年からですね約60年続いた温暖化の後、2010年には海洋塩熱循環の崩壊が始まりメキシコ湾流が作っていたヨーロッパの温暖な気候は失われるとあの塩熱循環というのはちょっとすごく重要なんですよちょっとこれを見ていただけますか ぐるぐるっとあのー、ね世界の太陽をなんかなんかメビウスのみたいなのがこうめってますね。でこれがですね、えー、いわゆる海洋の海洋の演熱循環とこういうもんなんですよ。これはねあのあのー、こう海洋の底をね海洋の深いところをねこういう海流がぐるーっとこう何十年もかけて循環しているとこういう循環が実はあるんですよ。でこれが崩壊するんだとこういうことなんですね。 でえー、直ちに北ヨーロッパとアメリカ北東部の気候が変わるとそれは大量の暖かい水が北大西洋に来なくなるためであってヨーロッパと北半球の多くの地域が寒冷化するとこれから寒冷化するぜ多いとこういうことなんですね。で、えー、降水量が減るとで海洋演熱循環の劇的な変化が予想されているが現在の米国の対応は不十分であると。 あのね、これだからあのこのレポートのことをふっと思い出したのはね、実はニューズウィークという雑誌が日本語版ねありました。それのサイトがありましてね。それでもね、やはりこういうタイトルのやつが紹介されてるんですよ。北極の氷が溶け、海流循環システムが停止する恐れがあった これ日本人のね松岡幸子さんという方が書かれたようなんですけど、まあ3月2日まあねつい最近に発表されてるんですけど、そういうあのえっ、ー、と記事が発表されてるんですね。でやはりこう海外の学者なんかも、えー、この演、えー、熱循環ですね。演熱循環が止まるんじゃないかと言っていると。あれとピンとこう来たんですよね。そうやってあっこのレポートがと思いましたね。そしたらあこのレポートあってたのかと。 そそう改めてちょっと考えましたそれでちょっと紹介したんですよねで、えー、ちょっと話を進めますと2010年から2020年の気候さっきの,あのペンタゴンレポートですねどう予想しているかというとヨーロッパと北アメリカの穀倉地帯および人口周密地帯で干ばつが続くとこういうことなんですね。でアジアと北アメリカでは平均気温が毎年2 8度下がり続けるヨーロッパでは3 4度ええー、えですよいきなりガクーンと下がるんですね。 でそれでオーストラリア南アメリカアフリカ南部では2.2度上がるとで、えー、冬の嵐が強まると西ヨーロッパと北大西洋では強い西風が吹くとこういうことなんですよねだからこれかなりあの食料生産が大変なことになるんじゃないかってことが予想していただけるかなとこう思うんですね。で2010年には中国南部とヨーロッパ北部で10年以上続く大規模な干ばつが起こると。 同時に従来は比較的乾燥していた地域が何年間も大雨に覆われ畑作が壊滅すると北太陽地域と北,北アジアの冬が寒冷化することは明らかだ山に雪が積もるので夏にも寒くなると地域により風速が強くなるとそして気象変動の影響なんですけどこれ当然かなりの多くの範囲に及びますよね。例えばどういうういい範囲になるかというと えっとまあ、農業漁業野生生物水エネルギーに関係するとで、えー、穀物の収量は低温水不足、うん、発育可能期間の短縮により10から25縮小するとだから食料生産が25%なくなったどうなります人植えますよここれね大変なことですよで従来虫菓子に耐えてもうあ新しい害虫が生まれ新しい殺虫剤と除、えー、駆除法が必要になると。 漁民ははの移動には対応できないだろうとあ確かにそれはそうでしょうね魚が取れなくなるかもとこういうことですねで主要な穀物生産地アメリカオーストラリアアルゼンチンロシア中国インドは気,気,象気候変動による減産を総裁する余裕はないだろう大変なことになってきましたよもしこれが本当だったらねこれから食糧危機ですよでそれでえー、っと国防への懸念ねこれやっぱペンタゴンですから国防への懸念っていうこともございます おそらく現在国家の安全を脅かすと思われている事柄は、突然の気象変動によって新たに起こる脅威とは異なるだろう。イデオロギー、宗教、国家の威信といったものよりも、エネルギー、食料、水といった資源に対する絶望的な欲求が軍事的紛争の原因となるだろう。えーって感じですね。いわゆる従来考えていたような戦争の起こり方じゃないかもしれないよ、とこういうことなんですね。ですから、えー、突然の気象変動が引き起こす国防上の問題は次の3点だと。 1>, 1つ食料不足2つ、えーえーえー、飲料水の不足3つ鉱物資源の不足初めは条約や貿易規制のようなことが行われるだろうが土地や水の問題は次第に暴力的になり紛争国が絶望的になるにつれ争いは激しくなるだろうだから我々が考えてるみたいに、ね、中国とアメリカが高たったらどうなるんだろうというのはまだまだあのお気楽な前提だったということが多分言えるんじゃないでしょうか。 やっぱりね、結論としてねちょっと言えることは何かっていうとやはり温暖化ではなく寒冷化だとこういうことですね、えー、で研究をねでこれで最後でここでちょっと驚いてほしいんですけどこの研究をやった人はまあ、2人の研究者なんですけどこの研究を委託したのは誰かさあ誰でしょうペンタゴンといえば <laughs> 分かんないですよねあのアンドリュー・マーシャルですよあれかあのペンタゴンのようだと呼ばれた人物ですねもう亡くなりましたけどやっぱり やっぱりここのの人かというね、これがインンテリジェンスの怖さですよ。だからあの以前ねあのチャンネルクラウドやらせていただいた時はあの情報の評価が大切ということはしきりに言ってたんですけどやっぱりね将来起こりうる問題を予測してこういう研究をさせるっていうのがこれがアンドリュー・マーシャルのすごいところですよね。 だから日本の、ね、インテリジェンス議論はどこが弱いかというとそうこういう情報の評価というのが、えー、っと起こり得る問題を考えてそしてそれを評価させるというそういう習慣がないことですよね。それが一番日本のインテリジェンスはダメなとこだと僕は思ってます。 まあ、本当にねそれが分かっていただけたらもうちょっと分かってくるだろうという気はするんですけどねまあ今日はこのぐらいであの本当にね妥当パリ議定書で本当日本のちゃんと、えー、主要産業である自動車産業をなんとか僕は守りたいとこう思ってます。ですからあそうだなと思ったらいい方にポチを押してそしてあのチャンネル登録もしてない方はぜひ押していただければいいかと思います。 これちょっとシリーズでちょっと続けますんでねあのまたよろしかったらちょっと見ていただければまあこれは歴史じゃないんでねもうちょっと分かりやすいかとは思います、まあ、ほんとに差し迫った問題ですからね、えー、でもすごいですよね「ペンタゴン」っていう話で今日はこれでおしまいしますじゃあおしまいします。ではさら